で結構モデルさんの状態がそぎがすごく入っていて、根元の量と毛先の中間からの量が極端に違うので、こういう時って結構癖が残りやすいです。ハイチューブ TV。はい、こんにちは。札幌占い美容室早回しの音です。今回もモデルやっていきたいと、モデルさんの方を担当させていただきたいと思うんですが、今日あのお任せということだったので、まず、まあ、根元が今リタッチが出てるのでそこを染めていきたいですよね。はい、はい、そこを染めるのと、あとちょっと癖が気になったんで、一番矯正、縮毛矯正しようかなと思ってます。で、そこで時短縮毛矯正で、なるべく時間かけないで、やっていこうかなと思ってるんですが、ちょっと帰りのお時間がございまして、モデルさんのそれがあるので、カットコミック、あ、カラーもあるのか。カット、カラー、矯正だと多分一般的な美容室だと5時間コースぐらいだと思うんですけど、5時間半とかかかると思うんですよね。カット、カラー、矯正。カット、あ、カットでもね、ちょっと切るぐらいなんで、カットをちょっと省いて、2時間。目標2時間で、今から2時間で、カットはポイントカット、さっき揃えるぐらいかな。あとはカラー矯正、これを2時間でできるかなと、やります。はい、今日はまた違う場所からちょっと撮影をしていくんですが、今日はあのうちの個室の一番奥の個室のルームからちょっと撮っていきます。場所がいいかな。で、今から2時間なんで、ちょっと30分ぐらい押しちゃったから、7時半前なんですけど、ここからドワーッとやっていきます。なんで途中ちょっと省く部分もあるんですが、動画ではなので、ちょっと見れるところは、見せれるところは見せていきたいと思います。ではこのままやっていきます。はい、これから一材の塗布がもう終わっているんですけども、ちょっとそこは時短の場合の付け方がちょっと特殊なので、そこは省略させていただきます。すいません。アイロン入ります。バックセクションから入っていくんですが、はい、ではここからアイロンを入れていきます。で、僕が使うアイテムとしてはこちらを2本、同じやつですね。これは今でだいたい、ちょっと僕今日は遅いんですけど、ここで25分経過しております。ちょっと時間をロスってしまいました。毛先がブリーチを、毛先ブリーチしててかなりヤバめの状態なんで、そのケアにちょっと時間がかかりました。はい、で指でこう取った時に取りやすいということですね。で、アイロンを左右に振ることによって髪のもつれが取れますので、このような感じでもつれを取っていきます。見えますでしょうか。このような感じですね。もつれを取っていきますね。で、結構モデルさんの状態がそぎがすごく入っていて、根元の量と毛先の中間からの量が極端に違うので、こういう時って結構癖が残りやすいです。なのでしっかりスイングさせながらアイロン入れていって、毛量が少ないところの毛も転がしていけるようにしていかないと、結構噛まないんですね。で、癖が残ってしまうことがあるので、そこを気をつけていただければいいかと思います。
でこう指で取ってそのまますぐ入れれるので、でスイングします。でプレスはほぼ力入れてない状態で大丈夫です。あんまりプレス力入れすぎると毛髪が、プレート内で転がっていかないので、大丈夫ですか前とか、はい、大丈夫です。転がっていかないで、あんまりプレスの力入れなくても全然大丈夫ですね。結構弱くやった方が水抜きがしやすいんで、そうします。で毛先の方は後でフォーム通して処理していくので、とりあえずこれで毛先までやっていければ大丈夫ですね。このような感じで入っていきます。毛髪のもつれを取っていきたいので、少しこのスイングをすることによってもつれが取れるので、これをちょっとやります。でスイングすることによってもう一個利点があります。まあ、上下にこうスイングする場合もあるんですけど、今回の癖の状態に合わせて今日はサイドのスイングにしております。スイングすることによって空冷ですね、ちょっとエアコン効かせといて空気で冷やすっていうことですね。で、アイロン入れた後の髪の毛を空気で冷やすんで、エアコンはちょっと強めにしといた方がいいかなと思います。で振ることによって冷えますから。で多分今日の感じはもう毛先かなりブリーチでダメージしてるんで、多分まっすぐはならないと思います。なので極力したいとは思うんですけど、今日使った処理剤は本当に簡単で、ケラチン3種類とあとキト酸ですね、それしか使ってないです。あとBBK ってオイルをちょっとつけました。はい、それぐらいシンプルに、薬剤は本当にシンプルな薬剤使ってます。薬剤知りたい方はコメントしてください。大体1時間ぐらいでアイロン割ってないと、1時間っていうのが塗って、カウンセリングして薬つけて、7時半からやったので、8時半にはもうアイロン終わってないと2時間じゃ終わらないんですね。なので、まあ、僕はあと30分時間があるので、そこでアイロンを入れていきながら毛先をカット、その30分以内に、8時半の時間前にカットを終わらせたいと思います。でそれからカラー入ると、2時間かな。まあ、場合によっては1時間40分ぐらいで終わるかと思うんで、あまりこういう時短式、まあ本当に時短式の講習会って強制のはあんまりないと思うんで、まあパーマとかも基本時短でやっていくんですけど、もし興味がある方いたらご連絡ください。ミルク大丈夫ですか？大丈夫です。ミルクちょっとこれ後ろ終わってからですかね。はい、はい、間違って買ったミルクでも朝とか僕飲みますよ。本当ホットミルク電子レンジでチンします、はい全然寝ぼけてます結構スタバ行ったらバニラフラテチーノじゃないんだなんだっけ、うん、なんかほとんど牛乳だけじゃねえかっていうの頼んじゃったりするんですよね、うん、それに近いと思う、多分強いかな、うん、ありますよね、バニラのやつなんか全然コーヒー入ってないです結構スタバ行くんですか？そうですね、たまに行きます。あるんですよ、バニラのやつ。
何も入ってない。なんか牛乳凍らせたような。最初横にスイングさせて、それから上下スイングを僕は結構させますね。上下の方が抜けるんですけど、毛髪転がらないので、幅広いところをやるときにサイドの方がいいんですよね。なんで最初に結構サイド入れちゃいますね。サイドスイング入れて全体にこうサイド入れますよね。でサイドスイングをある程度入れてから上下のスイングに変えます。これでほつれを取り、それから上下スイングを入れていったりとして、より水抜きを、徹底的にしていきます。どこないですか？はい、すごいですけど。そうですね、これ2個使ってる。あ、そうだ、いいこと言ってましたね。すごいですね、すごいですね、スケリツネ。そう、アイロン2個使う理由は2時間で終わらないからです。ただそれだけ。あとは毛髪内部水分量が時間がかかってしまうと一定化できないんで、そこがやっぱり1本だとやったとことやってないところ、ブリーチとかと一緒ですけど差が出ちゃうんですよね、毛髪内部の水分量的に。そうすると仕上がりが変わってきちゃうので、そこはやっぱり時短でやるしかないかなと思うんで2本使います。こういうネイルあったらいいんじゃない？ちょっと作ってもらえますか？なんか指にはめるやつ作れる？できるよ、本当に。舐めるやつですか？本当に買いたい、本当に。本当に買うから。指輪でさ、こういうのできない？これこれさ、できるんじゃない？っていうかもう、爪つけちゃえばいいんじゃないですか？爪に？うん。それは無理。それはきつくない？そうですか？それは、こいつ絶対鼻欲しいんだと思う。いや、これつけなくていいですもんね。はい、便利ですよ。やろうかな、じゃあ本当にやろうかな。そうか、いちいちつけなくていいな。これできますもんね、こうやってね。そうですね。さっきこんがらかしたらできるんですか？できます、できます。マジやろうかなと思います。マジっすか？いちいちつけるのめんどくさいんだよ。カット中もなんか爪長かったら取りやすいし。そうですよね。はい、すいません、ちょっと。大丈夫ですか？いいです。見入っちゃいます。そうですね。でもこれ一回普通にこのスピードでやっちゃうとめちゃめちゃ長いと思います。普通のベースいったらまだ終わんねえのかよって多分なると思います。やると本当長いですね。全然時間違います。5時間と多分本当今日のメニュー5時間半かかるんで、今から5時間だったら日付変わる。確かに。何食べるんですか？何食べようかな今日。なんかもうセイコマと飽きた。コンビニ弁当ですか？セイコマまず飽きた。普段作るんですか自分で？作んないです。あ、そう。作ります？あ、作んないですよね。セコマとか結構いいメニューを発見してる。体に良さそうなメニューを僕あれよく食べるじゃん、洗わなくても食べれるキャベツみたいな袋に入ってるじゃないですか。あ、はいはいはい、あれを洗うんですけど、はい、洗ってあれにサラダとかをふわって入れるんですよ。ごぼうサラダとか、はい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 、で家にトマトとかあるからそのトマトを入れて食べる、はい、それでドレッシング食べる。サラダだけですか？結構サラダメインで食べます。あとはなんか、そうですね、あ、そんな感じです。あと、たまに留学に食べられたら勝つと思います。あまりそういうの食べないんですか？食べますよ、全然。
ょっと調子乗ってみました。野菜食べてる風なんか かっこいい的な感じをちょっとやってみました。実は全然食べちゃって野菜は本当、本当にそれは食べてるんですけど、それこそ邪魔です。前髪は上下スイングさせます。妹から上下スイングさせながら細かくやっていきます。テンションは脳天で大丈夫です。この音から、はい、こういう感じですね。挟む力はそんなに強くなくていいです。このような感じで、上下運動ですね。上下スイングさせながら、あともっとすごい振りたい場合は僕は手にこうぶつける時もあるんですけど、短い時はその方が空冷しやすいんで、そうします。特にやっぱ顔周りはお客さん見えるんで、しっかり入れた方がいいと思います。はい、もうあと全部上下運動で大丈夫ですね。サイドはもう必要ないんで、ほぼ上下運動でいきます。この脳天で少しずつ毛先の方に滑らしていきます。はい、表面はしっかりやりましょう皆さん。で、上下運動ですね。これで上下運動でこうして、はい、毛先はね、まだちょっとあとで終わってから入れるんで、ちょっと顔すいませんね冗談です、冗談です。嘘です。お店の名前言ってないからかもしれない。大丈夫ですよ大丈夫、そこは約束守ります。あと結構ですね、短い毛がありすぎた場合、皆さんどうしてますでしょうか。僕は縦でやります。縦でダブルでやっちゃいます、ね、こういう風に。そうすると結構伸びます。癖強い人とか伸びづらい時は結構縦でやっちゃいますね。こんな感じに縦にして上下にこういう風に入れていきます。縦で入れることによって横じゃできない癖を伸ばすことができます。手先アイロンは、こういう風にですね、クレーさせながら出てきます。はい、上下ですね。まああんまりリフトしてする必要はないので、落ちる位置にめがけてコームの上を滑らすような感じでやるといいですね。で、ずらすことによってアイロン内で髪が正しい位置にこう行ってくれるんですよね。はい、揺らすと全体が、均等の厚さになっていきますね。ではアイロン入れるときに髪の毛の厚さを同じ方がいいです。こっちでいいんですか。逆です。あ、こっちから、はい、こっちからかな。はい、こっちからです。こっちからはい、はい、ちょっと、どんどん行ってますから、すいません、カットします。はい、まだ8時半にはなっておりません。カットするって言っても毛先は切らないので、ただ、すごい気になったのが毛量の量感がちょっと気になる。気になると重いとかじゃなくて、毛量ので、T2 セニングなんですが、はい、今日の撮影終わりました。で、毛量の方をすいたんですけど、やはり中間がちょっと毛先の重さはもう取れない状態ではあったんですが、中間の重さがちょっと気になったんで、テイクセニングを使いました。で、テイクセニングでやることによってここがシュッとこう入って、
毛先の量と中間の量のバランスが整ったんですね。はい。で、前髪はちょっと 何気なくこう流れるように、しました。で、前髪短くこう伸ばしてる途中で、ラインが出てたんで、そのラインを T2 セニングで取って、やりました。で、色は、シンプルに根元の方は、スローのピンクのグレーで、の8で、毛先はスローのピンクの10ですね。それで、シンプルにやりました。で、大体2時間ちょっとぐらいで終わりました。はい、ということで、今日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、では皆さんまた見てくださいね。じゃあねー。